どうもこんにちは、考えすぎちゃう人です。今日は以前撮影した動画の編集作業をしているんですけど、なんか午後あたりからやけに体がだるくて、一度中断して髪を取ろうかどうか迷っています。まあでも動画も早く出したいし、編集もあと少しというところな。ちょっと待って、やばい、もしかしてこれコロナとかだったらどうしよう。間違いない、コロナで飛んだりする携帯感があるし、さっきの東京の感染者数を考えれば家に乗れる感染したっておかしくない。どうしよう、そう思ったら感染呼吸も遅くなってきた気がする。やばいやばい、そう思ったら、まず何からすればいいの。何、東京都発熱相談センター、どんな子にかければいいんだな。もしもし、東京都発熱相談センターです。ちょっとネットでいろいろ調べたら、ここにあの東京都の方の場合電話をってことだったので、ちょっと電話かけさせていただいたので、はい、どうすればいいですか、ね、ありがとうございます。はい、熱自体は測っていただけていますか。ちょっと体温計がちょっと家になくて、まだ測れてないんですけど。はい、今後ですね、感染したかもしれないということで、体温測定っていうのは必須項目になるので、でね、購入のご検討も合わせてお願いしたいと思うんですけれども、もし今後ですね、お熱が例えば7度以上とか、はい、あと咳や喉の痛みや痰などの呼吸器の症状などが出てきた場合は、この時に、はい、私たちの方にご相談いただいて、はい、発熱外来経由の受診が必要かどうかの判断と、はい、医療機関の案内をさせていただくことが可能です。いずれにしてもコロナを疑うかどうか、検査が必要かどうか、これを医師が判断しますので、希望すれば全員受けれるものではない。なるほど、ちょっと不安になりすぎてる部分は多分あるのかなと。不安になっていただくぐらいの方がいいと思います。なるほど、電話した感じ、これはさすがに倦怠感だけで PCR 検査を受けるのは難しいってことだ。確かに俺みたいに心配性のやつがいちいち検査を受けたら、検査キットがいくらあっても足りねえだろう。あとどれでも言わないだし、何より自分がコロナにかかったかもしれないこの中途半端な状態は精神的にきつい。となれば明日朝一で体温計を手に入れるしかない。そして翌日、未だ風邪っぽい症状はないものの、依然として倦怠感があるような気がしたので、熱を測ることにしました。よし、もしこれで熱があるようならちゃんとした診察を受け、自分がコロナなのかはっきりさせてもらえる。どうだ、俺の体答えてくる。え、待って、すごい熱、おまけに咳も鼻水もなく昨日と何も変わってねえ。でもコロナには無症状のケースもあるっていうし、検査を受けてみないことにはどらみちゃ。俺はコロナの可能性もあるが、そうじゃない可能性も持つシュレディンガーの猫かっこ現代感ありじゃない。とはいえこんな状況でさえなければ体調自体は一緒にかかるレベルではないし、悔しいが現状自宅で経過観察する以外道はねえ。こうして僕は外出禁止、当面の間は近所の友達に救援物資をドアにかけてもらったり、親にご飯を送ってもらったりして生活をすることになりました。本当はめっちゃ健康かもしれないのに。そして3日後、ダメだ、あれから1日3回必ず体温を測っているが一向に熱が上がらない。でも一度自分で自分に疑いをかけしまった以上、無責任に外に出るわけにはいかねえし、友達との約束も漏れなくキャンセルしちまった。くそ、不安になるぐらいがいいと言われたものの、不安になっても結果何も変わんなかったし、検査もワクチンも供給足りないしで、もう俺たち国民はこの国に何を期待すりゃいいんだ。でも待って、そういえばあの人他にも何か言ってなかったっけ。そうなんですね。そうだ、まだ勝負は終わっちゃいないんだ、ね、俺のターン、ロッカー魔法ギリピンシアール検査、これが俺の最後の切り札。電話で聞いた時には俺の銀行前に渡らって無意識に頭から除外していた選択肢。でも今の俺なら一か八かいける。なんなら俺にはもう一枚このカードがあるから。魔法カード、天よりの YouTube 収益。天よりの YouTube 収益は YouTuber さんと今もの鬼に走ることなく自己玉貯金した天井座モンスターにのみ使用可能。大事な時の金銭感覚を 20% バグらせず、国が当てにならない以上もはや自分だけが頼り。さあ、必要なカードは全て揃った。いくぜ、保険の降りない受験 PCR 検査にダイレクトアタック。やったー、できー。何や、モッツプロ。